まずですね、長江良樹は旅で稽古場にやってきた。あ、旅ね、はい、旅ね、そこはねちょっとびっくりしました。最初はなんかでもすごい気合をやっぱ感じて。気合を感じたの？はい、本読みの段階からもうなんかもうね、主演ですっていうオーラがありました。恥ずかしい、はい、そんなつもり全くないのに。それを見て僕もあ、やばいなってちょっと思って。そんなのないよ、はい、なんか良樹はやっぱなんかすごいなんかね、長江良樹っていうブランドじゃないですけど、なんかカリスマ性みたいのをすごい感じるんですよ。やめて、なんか恥ずかしい。いや本当にそうなんですよ。だから自分もなんかマシモシュートってどうなんだろうっていうのを考えるし、それはねすごい。それをさ、例えば今回初共演のさ、うん、関係性で言ってたらさ、うん、なんかまだちょっとこう、あ、すいません、ありがとうございますとはなるんだけど、7、8年知ってる人間がさ、こいつブランドでカリスマでとか言ってたらもうすげえ恥ずかしいし、そんなつもり全くないし。あ、でもね、ありがたいけどね。でもは出会ってからさ、そこまでずっと一緒だったってわけじゃないじゃない。まあそうですね、そう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 、お互いいろんな仕事してたから。そうなんだよ。それで改めて良樹を知った時、見た時にそういうのを再確認したというか、やっぱ良樹輝いてるなって思いましたね。うん、はい、ありがとうございます。難しいな。はい、はい、僕はもともと持っていたシュート君の印象が逆により強くなったなというか、すごく優しいし、なんでしょうね、持ってるオーラも柔らかい人だし、ですごく真面目でまっすぐでっていうものがもともとに印象にあって、でいざこうやって現場でご一緒すると、あ、やっぱりなんかそれがすごく良い方向に大きくなって大人になってっていう感じがすごくしたんですよね。なので羨ましいです、僕は。そのきっとこれまでもこれからも修徳に会う人は、修徳も嫌いになる人はいないんだろうなっていう、真面目でまっすぐで純粋で、目の前の壁に対してとか目の前の何か課題に対して全力で向き合って必死に泥臭く頑張れるって才能だと思うので、正直羨ましいし嫉妬ですね。そこはすごいなって思う。ありがとうございます。ありがとうございます。恥ずかしいだろう。はい、ちょっとさっきの後悔しました。いやいや、そんなことないです、はい、いやいや、いやでもそっか、大人になったか。お互いそのやっぱり未成年の頃から知ってるから、うん、あ、まあね、お互いがもう成人して、確かになんだかんだでも多分一緒にお酒とか飲んだことないよね、まだ。うん、ないないない。そうなんですよ、うん、なかなか、まあそのプライベートでなかなか会う機会も、うん、逆に事務所が一緒でね、なんか昔から知ってるから、うん、近しいからこそね、あんまりこうないっていうのもあって、うん、確かに。じゃあ今度ね、遊園地でも行きましょうよ。めっちゃはしゃぎそうだよね。行きたいよ。行きたいね。そういうのもね、行ける世界になってくれればいいなと思います。はい。